岸田退陣直前に中国が切った日本産水産物の輸入再開のカード、自民党総裁選の勝者次第では撤回の可能性も。深で発生した日本人男児死傷事件とその後の日中間の重要な合意。9月18日、中国広東省深にて、日本人学校に通う10歳の日本人男児が、中国人男性、44歳、失業者、によって刃物で襲撃され、翌日に命を落とすという痛ましい事件が発生しました。この事件は日本国内でも大きな反響を呼び、現在進行中の自民党総裁選においても、9人の候補者が揃って怒りを表明するなど、日中関係に新たな緊張をもたらしています。事件を受けて、日本政府は迅速な対応を取りました。9月22日には柘植義文外務副大臣が急遽訪中し、翌23日に孫衛東中国外交部副部長に対して抗議を行いました。また、ニューヨークで開催されている国連総会の場でも、9月24日、日本時間に上川陽子外相が中国の王毅外相と会談し、改めて強い抗議を伝えました。この一連の事件により、深で起きた日本人男児への襲撃事件は、日中関係に大きな影響を与えていると言えます。しかし、その中でも9月20日、両国間で重要な合意が交わされました。ALPS 処理水をめぐる日中合意の背景。昨年8月24日以降、中国は福島第一原子力発電所から排出される ALPS 処理水、トリチウム以外の放射性物質が安全基準を満たすまで浄化された水を理由に、日本産水産物の輸入を全面的に禁止していました。しかし、今回の合意により、中国はこの輸入禁止措置を段階的に解除していくことが決定されました。この合意は9月20日、日本の外務省と中国の外交部によって、ほぼ同時に発表されました。しかしながら、両国の発表内容には微妙な違いが見られました。同じ内容に合意しているはずですが、双方の表現には差異があります。日本と中国の発表文の違い。まず、発表文のタイトルに違いがあります。日本側の発表では、日中間の共有された認識とされている一方で、中国側の発表では、中日双方が福島第一原発の核汚染水の海洋排出問題で達した共通認識と具体的な問題が明記されています。中国側は ALPS 処理水を核汚染水と呼び、危険性を強調している表現を使用しています。続いて、全文の内容にも違いがあります。日本側の発表は以下の通りです。日本と中国の関係当局は、福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の海洋放出に関し、建設的な態度を持って協議と対話を通じて問題を解決する方法を見出していくという首脳間の共通認識に基づき、累次にわたって意思疎通を継続し、以下の認識を共有するに至った。一方、中国側の発表は次のようになっています。2023年8月24日、日本政府は一方的に福島第一原発の核汚染水の海洋排出を開始した。中国は、最も重要な利益相関国の一つとして、この無責任なやり方に決然と反対してきた。同時に、我々は日本が国内外の懸念に真摯に応じ、自身の責任をしっかりと履行するよう促してきた。利益相関国が実質的に参加できる独立した、有効かつ長期的な国際モニタリングシステムを全面的に構築し、合わせて中国の独立したサンプリングに同意するよう要求してきた。このように、全文からして大きな違いがあり、中国側の発表では、日本が悪事を行い、それを中国が厳しく叱責したかのような表現が強調されています。この際は、今後の日中関係の緊張を反映するものとして注目されるでしょう。日本側では、関心、中国側では、懸念。実際に、日中間で合意された内容は4つの項目にまとめられている。それぞれの項目に対して、日本側と中国側の発表文を比較してみる、中国側の発表文の日本語訳は混同によるもの。1、放出に関する安全性の確保。日本側。日本は、
ALPS 処理水の海洋放出を IAEA の安全基準及び国際法に従い、人体や環境に負の影響を与えないよう最大限の努力を払うことを明確にするとともに、海洋の環境及び生態系への影響を継続的に評価していく。中国側。日本は、国際法に基づく義務を真剣に履行し、人体や環境に負の影響を与えないよう最大限の努力を尽くし、さらに海洋環境及び海洋生態への影響評価を引き続き行うことを明確にした。両者の表現はほぼ同じであるが、細かい違いがある。IAEA、国際原子力機関は、日本の ALPS 処理水の安全性を国際的に保障する機関である。2、モニタリングの国際的参加。日本側。日本は、中国を含むすべてのステークホルダー国の関心を踏まえ、IAEA の枠組みの下で、海洋放出の重要な段階における長期的かつ国際的なモニタリングの拡充を歓迎する。また、中国を含むすべてのステークホルダー国が有効に参加し、独立したサンプリングや分析軌跡間の比較が実施されることを確保する。中国側。中国などすべての利益相関国、ステークホルダー国の懸念に基づき、日本側は、IAEA の枠組みの下で設立された海洋放出の重要な段階における長期的かつ国際的なモニタリングを歓迎する。また、中国などすべての利益相関国が有効に参加し、それらの国による独立したサンプリングや分析軌跡間の比較が行われることを確保する。ここで、日本側は、中国を含むとし、中国を他の国々の一部として扱っているのに対し、中国側では、中国などと表現し、あたかも中国が中心的な役割を果たしているかのように記述している。また、日本側の関心に対して、中国側では、懸念という表現が使われており、両者のニュアンスに違いが見られる。関心は比較的中立的な意味を持つが、懸念はより否定的な感情を含む。これにより、日中双方の見解の違いが際立っており、特に用語選択や表現の細かい違いが、両国の立場の違いを反映していることがわかる。輸入再開ありきではない中国の慎重な対応。日本側の発表によると、双方は生態環境及び人々の健康に責任ある態度を持って、科学的見地から建設的な対話を継続し、ALPS 処理水の海洋放出に関する関心事項を適切に取り扱うことで一致したとしています。一方、中国側の発表では、双方は合意し、生態環境及び人々の生命健康に対して高度に責任を持つ態度を示し、科学に基づいた建設的な対話を継続し、海洋排出に関する懸念を適切に処理していく、と述べています。ここで注目すべきは、責任ある態度と、高度に責任を持つ態度関心事項と懸念という言葉の違いです。日本側の表現では、関心事項としていますが、中国側では、懸念という言葉を使っており、微妙なニュアンスの違いが見られます。これは、2で述べた関心と懸念のすり替えが引き続き行われていることを示しています。次に、日本側の発表では、中国側は、中国の関連法令及び WTO ルールに基づき、日本産水産物に対する緊急間と予防的な一時停止措置を講じたと説明されています。また、IAEA の枠組みの下での長期的かつ国際的なモニタリングに参加し、モニタリング活動を実施後、科学的証拠に基づき、当該措置の調整に着手し、日本産水産物の輸入を着実に回復させるとしています。一方、中国側の発表では、中国は日本産の水産物に対して、緊急的な予防措置を取ってきたと述べ、IAEA の枠組みの下で長期的かつ国際的なモニタリング活動に積極的に参加する。そして、その活動が完了した後、科学的根拠に基づいて関連措置の調整を行い、日本産水産物の輸入を徐々に回復させると述べています。ここでも表現の違いが見られます。日本側の表現では、着実に回復させるとしていますが、中国側では、徐々に回復させるとされており、両国のスタンスには微妙な温度差が感じられます。
徐々にという言葉は中国語で筑歩十部という表現であり、段階的にや一歩一歩といった意味があります。この表現は着実にというニュアンスとは異なり、より時間をかけた慎重なプロセスを示唆しています。さらに日本側の文章は一文が長く、まるで早期に輸入再開が実現するかのような印象を与えていますが、中国側ではまずは長期的かつ国際的なモニタリング活動が第一段階であり、その結果を元にしてから第二段階として分析結果を出すという、より段階的で慎重なプロセスが描かれています。最終的に輸入再開に向かうまでには相当な時間を要することが予想されます。結論として、日中間の発表は内容的には一致しているものの、表現やニュアンスの違いによりそれぞれの立場や期待するスピード感に差があることが伺えます。中国が日本に突然譲歩した背景についていくつかの視点から分析が可能です。まず中国の今回の行動が異例であることが強調されています。通常中国は日本の政権が内閣支持率の低下により崩壊の兆しを見せると、その政権を相手にせず新しい政権の誕生を待つという手法を取る傾向にあります。しかし今回のケースでは岸田文雄首相が8月14日に事実上の退陣宣言をしているにもかかわらず、中国が日本との関係改善のカードを切ってきました。これは特に政権末期である日本に対しての異例の措置として捉えられるべきです。まず深手の事件と日本への譲歩が関連しているとの見方について、一部のメディアがそのような解釈を示していましたが、この見解は誤っていると指摘されています。水産物輸入再開に関する交渉は以前から進行しており、事件が譲歩の理由ではないという説明が中国外交部のモーネー報道官によって明確に否定されました。このため譲歩の動機は他にあると考えられます。中国の辛抱遠慮。今回の中国の行動には2つの大きな目的が考えられます。一つはアメリカ大統領選挙を見据えて日本を少しでも中国側に引き寄せたいという戦略です。特にトランプ前大統領が再選した場合、中国への非難がさらに強まることが予想され、日本がそれに追随する可能性が高くなります。その前に日本との関係を強化するために水産物輸入再開というカードを切ることが中国の狙いだったと考えられます。もう一つは自民党総裁選に対する影響力を行使する意図です。中国としては靖国神社参拝を行った永久戦犯3人組とも称される高市早苗、小泉進次郎、小林鷹之の各候補が勝利することを避けたいと考えていました。そのため中国は日本に対して微笑み外交を見せ、他の候補者たちに有利な状況を作り出そうとしたのです。辛抱の誤算。しかしこうした中国の計算は不可の自動視察事件によって狂わされました。この事件により中国はむしろ日本国内での反中感情を高める結果を招き、特に中国に批判的な高市早苗候補が脚光を浴びる展開になりました。もしも高市候補が総裁選で勝利した場合、中国は日本産水産物の輸入再開の合意を撤回する可能性があり、今後の外交関係にも大きな影響を及ぼすかもしれません。結局のところ、中国の今回の行動は単なる譲歩ではなく、複雑な外交的思惑が絡んでいると考えられますが、その意図が必ずしも成功するわけではないということを示しています。